マルコス・ポルティエロは、イタリア・デージオ出身のサッカー選手。セリエ A、アタランタ BC 所属。ポジションは GK。1999年に、アタランタのユースに入団し、11年間を過ごした。2010年に、セリエ D のセレーニョ・カルチョに加入。2011年には、セリエ C2 の US ポッチボンシでプレー。2012年に、セリエ C1 のカルピ FC へ移籍し、 30試合に出場。総失点数を27失点に抑え、クラブのセリエ B 昇格に貢献した。2013年にユース時代を過ごしたセリエ A のアタランタ BC に復帰。アンドレア・コンシーリの控えとしての獲得であったが、2014年1月12日に行われたカターニア戦でセリエ A デビューを果たした。2014から15シーズンも前年と同じく、 ベンチ要因かと思われたが、遺跡史上最終日である9月1日に、コンシーリが、サスオーロへ遺跡したため、急遽成人形に割てき、高パフォーマンスを披露し、2015年1月に契約更新を発表した。2017年1月13日、アクフフィオレンティーナ1年半の、買取オプション付きレンタルで遺跡した。2018年7月6日、フロジノーネカルチョに、 買い取りオプション付きのレンタルで移籍した。ありがとうございます。